沖縄市産婦人科ゆいクリニック島袋文です。明けましておめでとうございます。今日はラジオ体操第2を一緒にやってみようと思って、実際にラジオ体操をやってみたいと思います。で、最近の私がハマっているのがこの1キロのダンベルを持ってラジオ体操をやるっていうのにハマってます。ラジオ体操第2はもともと筋力強化にもいいっていうふうに言われてる運動みたいなんですけど、さらにダンベルを持ってやるとより筋力負荷が多くなるかなと思ってやってみてます。ただ私の夫の方はストレッチをしっかりするのにダンベル持ったらストレッチしっかりできないから良くないんじゃないかっていう意見もあるので、まあ、これがいいかどうかは別にして、自分はこれやるとちょっとねラジオ体操やっただけでしっかり運動した気になるので結構おすすめかなと思ってご紹介したいと思います。